許します。宮内秀樹君。はい、宮内君おはようございます。不意不急でない重要な政府提出法案につきまして真剣に議論を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。さて、道路はですね、国民生活や経済活動の根幹でありましてですね、経済社会の状況の変化に対応してしっかり見直していくことが重要だというふうに考えております。インフラというのはですね、もちろん作ること整備することは重要でありますけれども、作ったものをどのようにしてうまく使っていくのかということが、またこれが一つ大切なことであるというふうに思います。このインフラ自体はですね、せっかくのこの国民の税金を使って作ったものでありますけれども、これにいかに付加価値をつけていくのかということがですね、21世紀に我々のですね、国土交通委員会にですね、課せられた私は責任であるというふうに思っております。その観点からですね、今日は質問をさせていただきたいと思いますけれども、これらのですね、道路政策、今回のですね、道路法改正の政策の、重要なポイント、今回の改正に対するですね、所感をお聞かせいただきたいというふうに思います。池田道路局長。お答えいたします。これまで社会経済活動の基盤として道路の整備を進めてきたところでございますけれども、ただいま委員ご指摘のように、整備された道路を効果的、そして安全に利用できるように、時代の要請に応じて付加価値をつけていくことは重要であると考えております。本法案はデジタル化の推進や自動運転技術の進展を踏まえまして、現下の人手不足への対応などの物流生産性の向上に向けた物流業界からのご要望、また地方創生の観点から駅前の交通結節線の利便性向上や道路空間をにぎわいのある空間としたいという地方公共団体からのご要望、また近年の激甚化する災害を踏まえましてスピーディーな復旧工事が必要であるという地方公共団体からのご要望など、近年の道路を取り巻く政策課題に対応いたしまして、道路を多くの方により利活用していただくとともに、災害時の迅速な対応を可能にするなど、整備された道路の付加価値を高めるための改正であるというふうに認識をしております。宮内君。はい、例えば今、ETC、高速道路でですね、ETC というのはかなり定着して、非常にですね、利便性が高まっていると思うんですね。で、あれつけるときにですね、いろいろ議論があって、つけたけども、最初はですね、渋滞が できるような状況でですね、なかなか ETC、レーンをですね、使う方は少なかったんですけれども、装置をですね、車につけること、これを促進したわけですね。で、特にトラック事業者の方々にですね、補助をする中でですね、どんどん普及することによって、この ETC が普及をし、そしてそのことに伴うところの、サービスがですね、夜間割引とか、長距離割引とかですね、そういうものをどんどん使うことによってですね、昼間と夜のですね、車の数をですね、調整したりとか、そういうことで利便性が高まったということがありました。まさにような発想でですね、これから新しいものを社会に合わせながらですね、作っていくということが私は求められているというふうに思います。そこで今回の法律改正案の中にですね、特殊車両の通行許可についてということがございます。これずいぶん前からですね、私許可までに要する時間が長いということで、お願いをしてきたわけでありますけれども、特に例えばですね、重量車両、公共事業のですね、ための重機をですね、運ぶようなトラックがですね、例えばそこの場所に行くまでに、さまざまなですね、市町村を通らなきゃいけない、その時に一つ一つのですね、道路通行許可を得るのにですね、もう時間がかかって、時間がかかって、整備局ので、申請をしてですね、何時間もかかって申請をして、そしてその後申請した後ですね、何ヶ月もですね、その許可が出るのにかかると、もうこんなことをやめましょうよと、道路をせっかく作ったのに、どうしてですね、使いづらいようなことをするんだということをずっと申し上げておったんですが、今回のですね、道路法改正においてですね、ここを踏み込んで、
今回はもうしっかりとなるべく早くもうそれを整えるんだということを聞いております。そこで現在ですね、どのぐらいの時間がかかっているのかという点、それから電子データ化がどの程度機能しているのか、現在のですね、状況で、今回の新たな制度の導入によってですね、手続きに要する期間はどれぐらい早まるのか、この点についてお聞かせください。池田局長。お答えいたします。特殊車両の通行に関しましては、物流の大型車両のニーズの高まりに伴いまして、許可の申請件数が増大し、申請から許可までの日数が長期化しておるところでございます。平成29年度には平均約51日を要していたところですけれども、その後、道路構造の情報、電子データ化などの加速など、さまざまな取り組みを行いまして、昨年は平均約28日となっておりますけれども、いまだ長時間がかかっているという状況だと認識をしております。また、電子データ化に関しましては、許可の申請のあった経路のうち、電子データで自動処理をして許可したものは、現在4割に至ってきております。でお尋ねの新たな制度導入後の手続きの日数でございますけれども、ETC2.0 の搭載をしていただくことが前提にはなりますが、この約4割、電子データ化で許可ができている、約4割の経路の通行については、新たな制度の手続きに要する日数はなくなることから、即時にですね、通行ができることになります。また残りの部分ですけれども、6割あるわけですけれども、先ほどの4割の審査がなくなりますから、処理の件数は4割減となりまして、処理のスピードアップが見込まれております。その結果、現在約1ヶ月ですけれども、平均2、3週間には短縮できるものと見込んでおります。電子データ化を進めることで、さらにこの日数を短縮できるように取り組んでまいりたいと思います。宮内君。はい。まさにですね、早く進めていただきたいという気持ちでございます。電子データ化を全部完成すればですね、ワンタッチでできると、こんなイメージだというふうに思いますので、一日も早くこれを進めていくということがですね、法律改正した後はですね、重要なことだと思いますけれども、法案ではですね、成立後2年以内の施行に向けて準備をしているということですけれども、これ、もっとスピードアップできないかというふうに思いますが、その点についていかがでございますか。池田局長。お答えいたします。新たな制度の運用にあたっては、車両の登録や道路構造などについての電子データをもとに、通行可能経路をすべて検索できる、そういうシステムを作っていくことが必要になります。で、このシステムは全国約6万橋の橋梁、約2000のトンネル、約10万の交差点、こういったものすべての特殊車両の通行の可否を個々の車両の重量とか幅とか長さに応じまして、即時に判定するような、こういうシステムになります。このため、このシステムには膨大な演算を同時に行うプログラムが必要になりますので、これに時間を要すると見込んでおります。従いまして、法案では成立後約2年以内の施行としておりますけれども、今ご指摘ありましたように、物流業界からもですね、早期の施行の要望がございます。今後工程を工夫するなりして、できるだけ早く施行できるように取り組んでまいります。宮内君。ぜひ一日も早いですね、完成をということで、スピードアップをしていただけたらありがたいというふうに思います。先ほどもちょっとご答弁でも出ましたけれども、ETC2.0 というですね、もともと ETC ができた後ですね、この ETC 自体に付加価値をつけようじゃないかと。でこのいろんなデータが ETC からですね、入ってくると、このビッグデータを活用してですね、それを逆にですね、ドライバーに返す、あるいはその設置しているですね、例えば物流事業者に返すというようなことで、かなりですね、また新しいですね、道路の使い方というか、できるようになるというふうに思うんですけれども、一般的に ETC2.0、2.0 とこう言われてますけれども、これ、ETC2.0 というのはですね、利用者に対する、サービスとしてですね、どのような利点があるのか、これをお聞かせいただけたらと思います。池田局長。
お答えいたします。 ETC2.0 は従来の ETC の機能であります、あの自動料金収受の機能に加えまして、道路上の通信機器と車両が双方向通信を行いまして、画像による車両への情報提供ができることや、走行の履歴を情報収集できるという、そういうシステムであります。ETC2.0 を搭載した車両では、このようなシステムのことから、カーナビの画面にですね、広域的な道路交通情報が映像、画像によって提供されるというサービスのほか、今ご指摘ありました希望される物流事業者の方には運行実績をですね提供できるようなこともできます。また料金面での優遇として ETC2.0 の搭載者を対象に圏央道の料金割引や大口多頻度割引の割引率の拡充、あるいは休憩施設への一時退出する場合の、長距離、低減割引の継続などを現在も実施をしております。今後とも魅力的な機能の充実や、高速道路会社と連携した、車載機の購入助成、料金割引との連携など早期普及の促進策を講じてその拡充を進めていきたいと思います。宮内君。はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ビッグデータをいかにして活用するのかというのはこれからまだまだ知恵が出る世界だというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。次に移ります。災害時の迅速な道路啓発や、災害復旧を行うための代行制度が拡充されたという点はですね、評価をいたしておりますけれども、しかしながらですね、災害時の迅速な緊急輸送道路の確保する観点や、安全、景観の観点からも、やっぱり無電柱化、これがやっぱり必要だと、ミスター無電柱といたしましてはですね、この道路法の改正に、おいてもですね、拍車をかけていきたいというふうに私は思っておるわけでありますけれども、今般のですね、歩行者利用増進道路の無電柱化のための無利子貸付を措置していただいたりしておりますけれども、今後のですね、無電柱化を進めていくにあたってのですね、取り組みと意気込みを大臣からお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。赤羽国土交通大臣。まず宮内におかれましては、この無電柱化政策についてですね、自由民主党の中で、一貫してリードしていただいております。まず心から感謝申し上げたいと思います。無電柱化というのは振り返りますと、まずずいぶん前から景観条例の制定の中からですね、無電柱化ということが訴えられたというのを私記憶しておりますが、なかなか財政的な面とか進んでこなかったのが現実でございますが、昨年特に台風15号、私も大臣就任した直後に千葉県の房総地域に視察をさせていただきましたが、まあ、ことごとく、まあ、古くなった電柱がですね、倒れて、そこが電線に支障を生じて、そして大規模な停電が長く続いてしまったと、停電が続いたということと、同時に復旧・復興の妨げにもなったというのは、大変大きな課題だということで、確か立山だったと思いますが、私は立山の地域でのぶら下がりでですね、やはりこの無電柱化はしっかりと推進をしていかなければいけないということをお約束を申し上げたところでございます。そうした大変重要な施策でございますが、これまでよくご承知だと思いますが、平成30年度にまず無電柱化推進計画というものを作りました。またいわゆる防災減災国土強靭化のための緊急3カ年の集中対策におきまして、2020年度までの3カ年で2400キロメートルの無電柱化に着手をして取り組みを加速をしているところでございます。今回この法改正、お願いをしております法改正で創設をさせていただきます歩行者利便増進道路、この制度はですね、歩行空間と合わせてオープンカフェ等のにぎわい空間を確保するというものでありまして、ある意味では空間確保の観点でですね、無電柱化の必要性が高いという上にですね、車線を削減して歩道にするなど道路改良を伴うことからですね、私は無電柱化を行う、まあ、良いチャンスなのではないかというふうに、まあ、考えているところでございます。またこの歩行者道路、歩行者利便増進道路の指定はですね、道路管理者である国や地方公共団体が行うことになりますので、この指定に合わせて
無電柱化の実施もですね、されるように、これから公共地方公共団体に対してもしっかりと働きかけていきたいと思います。また今回措置をさせていただきます無利子貸付制度も活用するとともにですね、やっぱり一つは電力事業者、経済産業省と電力事業者、しっかりとこれ、やっぱり足を揃えていかなければいけませんし、有識者の皆さんも入っていただいて、関係省庁による委員会を設置し、検討を進めていきたいと思っておりますし、こうした中で、費用の負担をどう、シェアしていくのかと、こうしたことはもう率直に私も経済産業大臣と意見交換しておりますので、やっぱり国民の利益になることをしっかりと応分の負担もお互い知恵を出しながら考えてですね、この無電柱化というのが絵に描いた文字じゃなくて具体的に加速ができるようにしっかりと取り組んでいきたいとこう考えております。宮内君。ありがとうございます。まさに大臣おっしゃられたようにですね、電力事業者とですね、考えを合わせながらですね、しっかり進んでいく、その仕組みをどのように我々が作っていくかということが大切だというふうに思います。今電力事業者のお話が 出ましたもんですから、この停電対策としてですね、電線管理者による無電柱化、単独地柱化も必要ではないかという議論もございました。また電力事業者といたしまして、国や地方公共団体と同様にですね、無電柱化計画を作って進めていく必要もあろうかというふうに思います。それらの観点からですね、電力事業者のですね、今後の取り組み等々についてですね、エネルギー庁の方、資源エネルギー庁からですね、その考えについてお伺いしたいと思います。資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。ただいま委員からご指摘がいただきましたとおり、無電柱化は強風による飛来物等を原因とする電柱倒壊を抑制できる利点などがありますため、電力の安定供給やエネルギー政策上の観点からも推進すべきものと認識してございます。かかる認識に立ちまして、経済産業省といたしましても、無電柱化推進計画や防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策等の実現に向けまして、電力会社も協調して取り組むよう求めてきているところでございます。さらに、本通常国会に提出をさせていただきました、強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案、いわゆるエネルギー供給強靭化法案におきましても、送配電事業者に対しまして、送配電設備の更新計画の策定を求めるということとしておりまして、この計画の中には、無電柱化の計画を含むということを想定しているところでございます。合わせまして、この送配電事業者が、この計画の実施に必要な投資回収を適切に行いつつ、同時に国民負担を抑制するための託送料金制度の見直しもこの法案において行うこととさせていただいているところでございます。この法案を成立させていただけますれば、当該更新計画に基づきまして、電力会社による主体的な取り組みをさらに促してまいりたいと考えてございます。またご指摘いただきました電線管理者による無電柱化につきましても、現在主流となっております電線共同工事業によらない方式での実施は制度上可能となっているものと承知してございますけれども、これについても費用対効果を踏まえながら追加的な対応を含めて検討してまいりたいと考えてございます。こうした取り組みを通じまして、国土交通省様など関係省庁ともしっかりと連携をさせていただきながら、無電柱化をしっかり推進してまいりたいと考えてございます。宮内君。はい、それでは最後に一問とさせていただきたいと思いますが、やっぱりですね、無電柱化法案ができてもですね、年間7万本の電柱が新しく建っている。で、この中のですね、約7割はですね、宅地開発によるものということでございましてですね、宅地開発や土地区画整理事業を行う面開発事業者に対しましてもですね、何らかの指導や支援が必要と考えますが、いかがでございますか。北村都市局長、簡潔にご答弁お願いします。
お答え申し上げます。この無電柱化の推進に関する法律におきましては、道路事業だけでなく、市街地開発事業等の面整備が行われる場合でも、この無電柱化を促進するということになってございまして、この実効性をどのような形で進めるかが重要でございます。これにつきまして、先般から私ども、いろいろ関係、地方公共団体、また、事業者団体にも、いろいろこの法の趣旨等を図る通知を図ってございますし、また面整備、区画整理事業等では補助も行っています。さらに今後具体的にその面整備をやる場合に何がネックになっていて、どうしたら進められるかということで、まあ、設計施工時の課題の克服とか低コストとか、こういったものを関係者の意見を聞きながら具体的に進められる方策を検討してまいりたいと思いますので、そういう形でしっかりと取り組んでまいりたいと思います。宮地君、具体的にぜひですね、力強く進めてきていただけたらありがたいと思います。どうもありがとうございました。次に。